して歩いてんじゃねえよ。いい加減にしろよ。そうですね。はい。八神さん。ずっと言葉にできなかった気持ちがあるんです。八神さん、何度も会ううちに私の中であなたのことがとても大きな存在になっていました。八神さん、あなたのことが好きです。だから私を彼女にしてください。高雪さん。